に行くと。そしてここネイマールで頑張る。さあネイマールがここに見せていく。はいどうも、超僕くんゲームでございます。ということで今回もね、ウィリアプリ2018動画の方やっていきたいと思います。今回は、おすすめ監督の紹介ですね。18にアップデートされてからね、まだジェズスね、こちらジョルジェ・ジェズス監督のことね、ご紹介してなかったんで、紹介していきたいと思います。はい、ということでこの監督多分もう見覚えあるというか、もう持ってる方もたくさんいると思うんですよ。ただ使ってなかったりとか、まあもう使ってるよって方、ただウィレをね始めたばっかでちょっと監督よくわかんないっていう方もね、もうね本当におすすめの監督なんで、もうウィレ初心者の方にもぜひおすすめの監督でございます。はい、ということで、まあ、この監督簡単に説明していきますとですね、まあ、17からウィリアプリって2017から始まって、僕もねその頃から持ってる監督で18にそのまま引き継がれたっていう監督なんですけど、何がね強いかっていうと、やっぱり攻撃力があるというか、すごいパスコースがたくさんあるんですよね。はい、なのでジェズスのまあ強みは一つね、まあ、マネージメント能力525、これはね17の頃は確か480ぐらいだったんで、選手がね、まあ、そんなに、まあ、現時点もそんなにたくさん入れれないんですけど、その時よりはねアップデート後ちょっと強化されましたね。はい、でフォーメーション、これが正直一番ジェズスの特徴的なところかなと思います。まあ、他の監督にはね、まあ、いるんですけど、あんまりこのフォーメー持ってる監督ってあんまりいなくて、まあ、非常にバランスがいいというか、攻撃と守備もきっちり分かれてるみたいなね、5枚5枚で、どちらも守って、あとは守備も攻撃も、攻撃5枚守備5枚みたいな感じ、きっちりなんか役割分担的な感じに見えるフォーメがね特徴的ですね。はい、でやっぱ2トップいるのが非常にでかくて、ワンツーだったりサポートにねすぐ入れる距離に、片方のフォワードがいるんでね、まあ、ワントップにこう厚みがあるというか、サイドハーフもついてね、非常にたくさんの選手がガッて来てくれるんでサポートに、そこが強みですね。なので真ん中とサイドどちらからでもいけるっていうタイプの監督です。はい、でこちらね、オフェンシブ戦術簡単に見ていきましょう。攻撃タイプがカウンターということで、まあ、ボールを取ったらねすぐ前にガッていく監督ですね。でビルドアップショートパス、そこはつないでいくと。で攻撃エリアは基本はサイドって感じかな。でも中央でも全然できます。はい、でポジショニングはこうぐっちゃぐちゃで流動的になって、まあ、いろんな選手が、ね、どこに行くかなみたいな感じで、まあ、相手のディフェンスのマークをずらしたりすることできますね。はい、で守備は結構フォアチェックがアグレッシブなんで、まあ、基本的には前から行くといった感じですね。はい、ということで、まあ、このジェズス監督使ってね、このメンバーの方でちょっと試合やっていこうと思います。なのでね、ウィリ始めたばっかの方、まあ、ジェズスねあんま使ってないっていう方ね、まあ、18アップデ後ね、よりコストも多くなってベンチメンバーもね豊富にできるようになったんで、今回使っていきたいと思います。では早速オンライン行きましょう。はい、ということでね、ジェズス使ってやっていきたいと思います。ということで、おー調子がいいですね。ということでね、結構やっぱ使い方としては本当に前線のコンビネーションというかね、枚数が多いんで攻撃的にどうしてもなっちゃいがちなんですけど、まあね、守備もしっかりね全部当たり行くんじゃなくて、ここ当たり行くところっていうね、区別して、まあ、ガンガンね、まあ、基本的には攻撃なんですけどね、守備のことも考えながら試合の方やっていきたいと思います。まあ、だからね、僕結構ドリブル好きなんですけど、正直パスね好きな方だったり得意な方っていう方がジェズスはね非常に使いこなせると思います。自分ね正直まだ使いこなせてない感があるんで、まあ、ジェズスを本当に持ってる人で、なんだろうな、使い込める人はやっぱパスうまいですからね。なんだろうな、このそうだから僕昔からなんですけど、やっぱドリブルから入っちゃう人なんで、どうしてもそこがね一つネックというか、まあここら辺もねつなぎながら、いやーオバメヤン早いね。だから今みたいにワンツーみたいな形をね取っていただくのが一番ベスト。うん、まあ、僕オバメヤン使ってるっていうのもありますけど、やっぱツートップの距離感が近いんで、やっぱりワンツーかな基本的には。
基本的にはワンツー使いながら、相手がね、中央を絞ってきたらサイド使うみたいなイメージでいいと思います。おい、クリバリバグっとるやないか。クリバリだいぶバグっとるやないか。入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わりますからね。クリバリとボアティング、何が起こるかわからないですからね。いやいいね、クリバリ行けもスペースへ出す。クリバリむちゃくちゃやん。もう渡ります。うまいっすね、お相手ラファシウバ。この柔らかいパス、まあだから本当基本的にサイドまあ散らしながらうまく使っていくっていう感じで、ここでサイドが開くんですよね、どうしても。いやー今ネイマールだな。でも今見たようにやっぱパスのね距離感というか、やっぱ中央付近にねかなりたくさん人がいるんで、まあそこに関しては一ついいかなと思います。で守備はやっぱりね、あの僕の場合センターバックを1枚増やした形取ってるんですけど、そんな感じで1枚ねセンターバック入れておくみたいな形取ると非常に使いやすいと思います。もっと守備がね楽になる少しね。 OK、 今様子見てここは当たりに行くと。そしてここネイマールで頑張る。さあネイマールがここで見せていく。ネイマール強い。いやこれがドリブルの力。まあこんな感じで、まあ個人技はね今のは本当にネイマール50メートル走ぐらい頑張ったけど、まあ本当にあんな感じで。いやでもこの相手強いんで、ちょっと解説が僕結構ひどいことになってますけど、やっぱ上手い方になるとどうしても集中しちゃいますね。やっぱり集中しないと勝てないというか、解説もしながらね。もうこの人レート900なんでね、で開きましたねこれ。うん、まあこんな感じでセンターバックの裏開けばもうシンプルにね。だからこう、まあ、相手この方多分ハイプレスなんで、ハイプレスの相手にはジェズスめちゃくちゃ強いです。それも一つ言えること。うん、だからハイプレッシャーの相手に対して、まあ、どれぐらいね、ジェズスがやれるかっていうと、本当に、ハイプレスの相手にどちらかというと強いというか、お、待って、これやばい。おー、危ねえ危ねえ、今ちょっと体の向きが良かったらマジで入れられてた。そうだからやっぱ攻撃力は本当抜群で、基本的にはまあオバメヤンが今回調子いいっていうのもありますけど、オバメヤンじゃなくてもね、多分こんくらいハイプレスの相手だったら裏は全然空くと思うんで。いやーオフサイドだそれない。いやーオフサイドだよな、やっぱ1個ちょっとずれた。で今みたいにデンベレのねトップ下に入ってもサイドがねあそこまで絞りながら中に切り込んでくる形もあるんで、豊富豊富本当に。審判見てましたよね、攻撃力がマジで抜群なんで。でここでサイド開くんですよね。いやー切り返したかったな今キックフェイントで。でまあ前半はでもこんな感じかな。とりあえずこれクリアのクリアのね OK ということで、まず一旦 3-0 で、まあ、攻撃力も満載と。まあ、相手のグリーズマンとマンジュキッチかな、多分怖いんだけど、ちょっとグリーズマンがね本当にラインブレーカー持ちなんでそこは怖いですけど、あとこの方ねハイプレスですね、非常に逆に僕的にはやりやすいですけど、ハイプレスの方が。3対0とリードして折り返します。さあご覧のように後半スタート。さあ6ペン、いやーシュートでいいのにな。さあこれどうくる、おそらく繋いでくるよね。うん、でワンツーに対してはもう基本裏ケア。シュートかなこれ。いやうまい、今のうまいな。さあここは当たりいきましょう。あーマジか、カンテ戻れ。ここでボランチを戻す、ボランチを戻すことによって相手のスペースをねなくすという。さあここら辺はね非常にいい攻撃ができている。そして空いた中央デンベレ、おちょっとデンベレ走りすぎ。まあまあ今のは俺のプレーミスでもあるけど、ごっつい走ってたな今。いやカンテ効いてるな、カンテが本当効いてますね。
取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいい。うわー、まあ、でもネイマールのあのドリブルマジでやばかったな。前半のオーバーメアンのこの、うわー無理か。しかし守備も強いよ。まあ、AI がね結構やっぱフォアチェックアグレッシブなんで、ボールをねある程度なんて言えばいいのかな、うまい、あ守備うまいな。 AI がまあインターセプトみたいな感じでやってくれるんで、結構それも一つやっぱジェズスの強みというかね。いやでもこの方本当プレスがね早いんだよね。結構もうこの辺ガンガン来ますからね。多分ドリブルやらせないっていうあれなんでしょうね。いやーいいね、絶妙なパスやなマジで。まあ、ネイマールがね本当にだから ST2 トップあるんですけど、片方はオバメヤンみたいにラインブレーカーみたいな持ちの選手で速い選手で、もう片方は収まってパスもできてドリブルもできるみたいな選手を置いておくと非常にジェズスはバランスいいかな。2人ともねラインブレーカーするとちょっとね抜け出しすぎてバランス悪くなっちゃったりするんで、そこだけ注意していただければ全然強いかなって思います。いやーいいね、いいよ、切り返してくるか。わあクロスかなこれ、普通にシンプルにクロスですね。うわバイシクルシュート的なやつ打たれましたね。だから守備は本当突っ込まないこと、まずはジェズスの場合本当に突っ込むと裏ケアできないで終わるんで、基本的にはボランチにカーソルを合わせたいね。うん、入って早いのこういう。いやー切り返し結構今キックフェイント入れたけどね。でもネイマールのあの 50m 弾あれはほんと強い、あれはほんと強いっていうか、あれはやばかった実際。 50m そんなないかな、結構ドリブルしたけどね。いやー、ジェズス話題の動画にしたかったけど、ネイマール話題動画になるかもな、今日。ネイマール ST がめちゃくちゃ強い件についてみたいなね。はい、ということでね、試合 4-0 の方で終了しましたね。やっぱり高レートの方、まあ、今回お相手かなりハイプレスの相手でしたけど、そういう相手にこそね、ジェズスはかなり効いてくるというか、やっぱワンツーが非常に強いんで、ジェズスの場合。なのでまあ、おすすめの監督の人ですね。てかまあネイマールちょっと今回ジェズス監督の紹介みたいになりましたけど、ネイマールのここかな、ちょっとこのドリブル途中から見たかったですけどね、まあ、本当にちょっとここ自分でもびっくりするぐらいうまくいきましたね今回ドリブル。ネイマール、まあ、ネイマール ST がまあ強いというのも一つありますね。はい、ということでね、今回はまあジェズス監督ご紹介プラスね、ネイマールがなんかビッグプレイ、めちゃくちゃビッグプレイしてくれたということで、今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。もしねジェズスまだ使ってない方はね、ぜひジェズス使ってみてください。非常に攻撃力はやりやすいんでね。はい、ということでまた会いましょう。ありがとうございました。